雷管は、わずかな熱や衝撃でも発火する火薬を包み込めた加工品。微量の起爆薬と、それによって添加される、転送薬で構成され、火薬、爆薬などに、糸通りのタイミングで確実に添加するため、主に軍事用途の他、葉っぱなど工業用途で用いられている。暗保爆薬などは、雷管だけでは起爆できず、電爆薬を必要とする。なお、 新艦は、来艦に起爆時期を感知する装置と安全装置を組み込み、一体化させたものである。1865年、アルフレッド・ノーベルによりダイナマイト展開用として、合わせて発明された。日本の火薬類取締法では、工業来艦、電気来艦、重要来艦及び、信号来艦が規定され、ジス K4806、工業来艦及び、 電気雷管の規格がある。電気雷管は、絶縁性樹脂で密封した管内に、電気的刺激に敏感な起爆薬を装填した構造を持つ。ジス K4806 工業雷管及び、電気雷管日本工業規格の簡易閲覧、電気雷管株式会社ジャペックス電子、支援式電気雷管火薬ジャパン株式会社。ありがとうございます。